はい、これが地金目です。釣り物の地金目です。時期はですね、だいたい冬場、12月から、まあ5月ぐらいまでかな。6月、7月、8月は産卵期に入ります。でもですね、深いところにいる魚なので、だいたい300メートルとか500メートル、そのぐらいにいる魚なので、常に年間通してだいたい脂は多いです。で、特にこの調子物の金目はこんなに太ってます。こんなに幅があって、身もここから頭から飛び出てますね。脂が多くて身質もいいです。美味しいです。